今回は当店で今月開催している寄せ植え教室の題材である秋のジニア寄せ植えの解説です。当店の園芸仏蘭の社長の寄せ植えテクニックを紹介していますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきます。プチフルール園芸チャンネル、今月はあの秋の寄せ植えということで、8月はね教室お休みだったんですけども、9月になって寄せ植え教室再開します。9月の1回目はね、あの毎年秋っぽい寄せ植えをやるんですけども、材料はね秋っぽい感じです。色があまり派手でなくて、トーン見ても分かると思いますけどね、ちょっとお地味なんですけど風情はあるよっていう感じですね。見物と、オレンジ系、赤系、パープル、あとは線をねあの表現しているようなものなどを用意して秋っぽい寄せ植えをしたいと思います。でやっていきます。一応こういうふうにね材料をね用意してあるんですけども、ある程度ねプランを練ってあるので、以前にねあの秋の寄せ植えに使うといいよっていう植物をね紹介しましたけども、それも兼ねてね今回おさらいみたいな感じでやっていくようになりますけども、さらにそれを展開させて実際に作ってみると、そういうのをやってみたいと思います。まずはこれですね、ヤブランですね、ノシメランと思いますけども、花が咲いてきますね。花も綺麗なんですけども、まあ、花が本来目的じゃないのでね、この線ですね、外風のノシメランなんですけども、これ中風と外風が実際ありますけど、綺麗なのは外風です。パッと見よくわからないかもしれないですけど、これは外風なんですね。外側が白いんです。中側が白いっていうのもあるんですけど、中側が白いっていうのはあんまりパッとしませんね。外風ってのは大事です。そしたら根っこを切ります。でこれはすごく丈夫なんでね、あの増殖するとき、ここにちっちゃいこうゴミみたいなのがついてますけど、これは増殖するとき の親株の名残ですね。なので結構存在に切っても残ります。だから今これね4株ぐらい入ってますけど、別に分けてもいいんですよ。分けてもいいけども今回は分けませんけどね。一応これでこう用意してきます。そしたら一緒にコンビでやっていくものをね用意します。コンビでやっていくものはアルテルなんでですね、この手は群馬の農家さんが作ってるんですけど、わざわざこうやってねすぐにパラッと割れるように作ってくれたんですね。でもパラッと割れても下はくっついてるんで、下は必ず切った方がいいです。切り落として取るとこう三角形になってるんですけどね、三角形のをじゃあ使いにくいんでさらに切って細長にすると、そういう感じですね。こういう感じです。で1個がこのサイズなので、2個で1個植えたんですけど、意外とこれね使いやすくてあのお得なんですよ。このぐらいのサイズ1個で売ってる時もあるんで、これが2個入ってるんですからお得ですよね。まあ、これは今2個に分けたと。で次ですね、次は数珠珊瑚ですね。これ割と数珠珊瑚のポピュラーなタイプなんだけど、意外とこうナチュラルに伸びてるのが少なくて、これはナチュラルに伸びてますけどね、これは割と自然的な感じだけど、だいたいワイカ台かけてちっちゃくしてる場合が多いので、ちっちゃくするとね風情のある寄せ植えがちょっとしにくいかなと思うんですけど、これはワイカ台あまり効いてないかなと思います。でこれが本来の姿ですよね。まだ下切って使いやすいようにしておきます。この辺でもね結構適当でもいけるんで。そしたら今3点ね線を用意してありますね。こんな感じで3点用意しております。そしたらまず2個になってるんで、真ん中のヤブランですね、こうヤブランがあって、ここに、まあ、隙間があるわけですよ。隙間の部分に後からこいつを入れていくんですけど、これがこう入ると、で右が入ったら左も入るって安定しますよね。右があったら左も入ると、で一緒に持ってみると、で赤いのがちょぼちょぼ、こういう赤いちょぼちょぼしたのがなんかこう秋の風情を感じるっていうか、これってあのね稲穂とかそういうものをねイメージすると分かりやすいんですよね。日本人こういうの好きです。でこういう実物も好きですよね。赤い実目大好きですね。でこれを前にやるか後ろにやるかちょっと今考え中なんですけど、前ですかね、やっぱね前にして、まずはこうやって組んでみる。で赤いのも見えるようにしてね、そしたらこれでそのまま持ったまま前を確認してホイッと入れると、そしたらこの赤いアルテルなんてだと混じるように工夫してみると。そしたらこれで1個目入ったと。1個ずつねあのイメージ作っていけばいいと思うんで、これでもうほぼ後ろのイメージは決まってるですよね、これね、めっちゃ簡単なんですけど、
これであと前に入っていくわけです。前に材料を別の今度花物をね入れていくようになります。じゃあ見てみますか。次これですね、まあ、いつものやつです。ゼストリニアいつものこれ使いやすいんですぐ使っちゃうんですけども、また今回も出番です。1年中使ってますけどね、1年中丈夫なので1年中夏も冬も使えますけど、使えばかっこよくなるんでね、仲のいい農家さん、漢方屋さんからもらってますけどね、上手ですねこれね、はい、こんな感じです。こうやってやったらまずでかいやつ2つを選びます。ほんで、この横でこうですね、白のしましまとグリーンの葉っぱでスモーキーな色目が横に入るわけです。もう分かりやすいですよね。こうやって入るともうこれだけで色がどんどん増えてくるっていうか、あのクールな感じで色が出てくるんでとても分かりやすいです。でシンメトリーなんでね、反対側も入れますと。ちっこいのもこれなんでこれは取っておくと、これ入れますね。反対側もね、反対側もちょっとクールな感じにしておくので枝をちょい割りしながら蓋も合わせると。はい、すみませんね。でもう後ろ半分できました。次はジニア行きましたね。ジニアはザハラかな、ザハラのサーモンですかね。これはこれ八ヶ岳から来ましたね。コンパクトにできてます。出してまずは根っこ見ますか。根っこグリグリっとなってます。網目状になってますね。これ切ります。これね、このポットは四角っぽい感じになってるんで初めちょっと切りましたけども、これで下切り落としましょうか、うん、であんまり切るとね低くなっちゃうんで、これでさらにまた 元に戻すっていうか細長くしましょうか。これ縦長になりました。切ったけどまたにぎにぎして、縦長になったってそういう感じですね。で下の部分をちょっと取ります。まだ咲き始めですからね。そしたらここ行きます。真ん中にもジンと入れます。真ん中に入れます。高さ調節してこのぐらいですかね。でバランス見てこれ入れます。でまず後ろを一発入れて手前も転ばない程度に入れます。はい、いいですね。次はこれですね。これはセロシア系統ですけど、最近ね割とアンティークな感じでかっこいいなと思ってるんですけど、これはスマートルックのロマンティカですか。なかなか入手できないかもしれないですけど、あったら買って秋の寄せ植え使うといいんじゃないかなと思います。これね、あの夏はあんま売れないですね。秋になると売れます。こういう感じね、ちっちゃくしておいて今度は右に入れます。はい、こういう感じですか。で、ね、リーフが割とブロンズな感じになっててそこもいいですよね。外側入れたら内側入れます。あとあとね、土入れなくてもいいようにもう入れてきますね。はい、で今度は反対側いきますので、これはホットポップスイエローですね。どの辺かイエローかよくわからないですけども、だいたい赤みで売ってます。ホットポップスイエローです。粒がちっちゃいですね。でこれも切ります。粒がちっちゃいタイプなので大きくならないんです。なので寄せ植えに使うには、サイドに入れるにはとってもいいですね。とんがらしなのでかなりじゃんじゃん切っていいです。だからこれがここに入ると、こう入ります。向き見てほいっと、でこの時ね、あの反対側見るんで同じ高さだったらいいです。グッと押しといて、んで後ろ入れといて内側入れて、もうこれどんどん決まってきますからね。はい、これで OK です。そしたら次いきます。次はこれですね、アキランサスのオレンジ系のやつ、これも切りますね。かなりこれもね強力なのでいい加減に切っても全然いきます。これね、こうやって切っても大丈夫ですからね。こうやって切ってもすぐ出てきますからね。なんか嫌な感じだったら切っちゃえばいいです。こういう感じですね。たらこっち、ここ前にしましょうか。こうやって回して低めのところはここ前です。これがこのロマンティカの前に行きます。いいですか。長さも合わせてこう持ったらグググッと入れて、これで OK です。土入れますね。はい、チョカチョカいきますからね。はい、できました。まあ、ここまでできました。そしたらさっきの残りのウエストがねあるんで、ウエストをここに入れましょうか。一応予定としてはここに入れようなんで、もうねここでしょ、こうやって入れるといいじゃないですか。なんとなくポシェルのね刺身のつまが入るみたいですごくいい感じなんです。そしたらあとは残りのねこの2つを入れます。こいつは今仮置きですけどね。でこれがうちで作ってる
斑入りの藪麹ですね。斑入り藪麹、これはね5本出しにしてありますね。これを出してバランバランにします。うちで4月ぐらい5月ぐらいかな、5月から6月ぐらいに刺したやつですけども、これをちょっとちょいばらしときますね。でばらさなくてもばらしてもいいんですけど、まあ、とにかく丈夫なんでね、いろいろ使い道があるよ。年末にも使う予定ですけどね、和風でも洋風でも意外といけちゃうっていう感じで便利なんです。なおかつめっちゃ丈夫ですね。でこちらはこれもうちで作ってますね、アルテルナンテラの、パープルプリンスですね。ポットから出して、これもすごい根っこですからね。この根っこ、これ見るとこれ何かっていうと、これ根っこです。根っこですね、これこの根っこの中にこれなんかあるんですけど、これはね肥料です。肥料があるとその部分に根っこが出てきちゃうんですね。こっち側にはそんな出てないんですけど、ここら辺に肥料があったと思うんですよね。それにこう覆いかぶさっていっちゃうぐらいにすごい旺盛な人ですね。そしたらこれは5本出しなので、とりあえず割ります。でこれをちょっとこうもじゃもじゃと取りまして、これをこうどうやって入れるか考えます。こうやって入れようかな、こうやって入れようかな。そしたらこれに、まずこっちから入れますかね。左手から入れたいと思います。これと今のパープルプリンスと藪麹をセットします。俺ちょっと藪麹セットして、でこれいきます。はい、もうちょい表示するかな、で土を入れます。で最後のアルテルナンテラはここに入りますけどね、こうかな。残ったやつも一緒に入ると、ちょっとこうランダムにね組み合わせてやるといいと思います。ちょっと長めの使ったんですけどね、もうちょっと短めのやつも用意してあるんで、短めの方がいいかもしれないですね。で今回ちょっと鉢が浅めなので、ちょっと余計やりにくかったですけどね、深い方がやりやすいかもしれないね。ここにこれ入ります。いいですか、これがピーッと入って、はいよっと、はい、いい感じに入りました。土入れて仕上げにしますね。そろそろと手前入れたら向こう側も入れます。まあ、大体これでできたんですけど、これでもう一回こう見直して、こいつがちょっと長いんで、これはちょい切りしますね。どこで切る、はいと、うん、それぞれ見直してもらってチェックですね。で大体出来上がりかな。はい、これで出来上がりです。なかなかね華やか、地味ですけどね、華やかかなと思いますけど、こういうのはね皆さん好きですからね。ジュズサンゴですね。ジュズサンゴがナチュラルにね垂れるといいですよっていうことを言ったんですけど、これをね前髪みたいなねつもりで、ひょろっとこうね前にちょっと垂れてると可愛いですよ、鼻の上にね乗っかってるぐらいがちょっと可愛いですね。そこら辺はもう一回確認してからいただけるといいと思いますけどもね。結構複雑にね入り組んで見えてますけども、まあ、実際はねそんなに手間かけてやってるわけじゃなくて、そんなに難しい植え方じゃないと思いますけどね。はい、でもまあ秋らしくて、賑やかで、それらしい寄せ植えになったかなと思います。今週来週やります。よろしくお願いします。最後にこの秋の寄せ植えのポイントを3点まとめました。1、地味めな色合いになるためシルバーカラーも入れるなど色数を増やして豪華にする。2、カラーリーフを組み合わせておしゃれに使う。3、見物やオレンジ等の秋色、ススキ風の植物など秋を連想する植物を使用する。以上を意識すれば別のお花を使っても素敵な秋の寄せ植えが作れるかと思います。この動画が面白かった、参考になったと思いましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。